ませんか。シャットダウンにギリギリセーフ。よこれここでビヨンビヨンなるアトラクションみたいになってるよ。このビヨンビヨンしてんのに、それアトラクションみたいになってるよ。いやいや、足独特すぎんねん。もう足修行僧なんや。足が修行僧なの、あなた。足が修行僧、本当に。足がもうスパイダーマンの限界を超え始めたわ、もうこれ。どうするんだ。ぜーぜいや、ほらだって行っちゃったもん、ほら。ハリー先に進もう。え、なんでこれは平気なんだ。さっきのデッドスポットね、なんでさっきの場所死ぬの。どっか一個ぐらい作り忘れてるとこないの、壁。これみんなが適当に飛んで過ぎ去る場所でしょ、スイングして。そういうところはね、作り雑なはずなんだよ。よし、俺の勝ちだ。それは綺麗だった。なるほど。なんだっけ、マンハッタンだっけ、ニューヨークの街はなくて、そういう専用のステージが作られているということで、それはそれで面白くないな。外出てもいたずらできねえことになる。おめえら行けるか、行くぞ。な、嘘だろ、見失った。落ち着いて、ほら、こっちだ。ハリー先に進もう。ニューヨークやんけ。おい待て、つけられてないか見てきて。
やっぱこうムービーで繋いでるんでしょうね。構成の唯一の欠点ってとこが、犯罪は健康にいいってこった。間に合ってよかったよ。手遅れだった人もいたんだ。あんな奴らに殺されやしねえよ。それに手を下すのはボスみてえだしな。身を隠せる場所はある？ああ、また現れたとしてもボコってやるさ。おめえの出しにもよろしく言っといてくれ。んじゃまたな、クモさんよ。慌てないで、怪我してるだろ。ほら、起こすよ。病院に頼む。もう安心。それで、受け渡し場所は718ケントだ。え？スーツなしでハリーは大丈夫か？なんかバグってんだ。ハリー、気分どう？これでしょったまま戦うことになるだろ、これ。絶対そうだろ。これフラグ管理がもう。寄ってみるつもり。この人絶対しょっちゃいけない人だろう。あ、どこに置いてきたんだよお前。リップがいるといいけど。いつも以上にイラついてるな。目立たないようにして。どうやって入るの？厨房から。あいつは。あ、置いてきちゃうんだ。慌てないで、怪我してるだろ。ほら、起こすよ。病院に頼む。近くにあるはず。盗んだって。こうか。もう安心。それで受け渡し場所は718ケントだ。で、さっきの718ケントに向かうのか。まして、はい、いいわ。もう安心。何が安心なんだよ。718ケントだ。スーツなしでハリーは大丈夫かな。いや、このさっきの病院にちょっと行ってみる。いや、ハリー、気分はどう？平気。そっちはクレイ。ここにも置けると。その後、うん、なんか喋れよ。718番情報もう出ちゃってるから動けなくなっちゃった。もうスパイダーマンとしてやってみねえよ。永遠の親愛なる隣人スパイダーマンって、もう隣人すぎるな。これはあなただけのスパイダーマンですわ。もうこれはもう、スーツなしでハリーは大丈夫かな。なんかちょっとチェックポイントリスタートしたら、ちょっと乗せ方雑やんけ。めちゃめちゃクレイブンだかクラビノフだかが。もう安心。それで、なんでお姉やねん。なんでちょっとお姉なってんねん。スーツなしでハリーは大丈夫か。ハリー、気分どう？もう一回引かれてみるの面白いと。そっちはクレイブ。
ちょっとお姉っぽくなるのがいい。あ、やっぱ2回目だからこう身動きが取れない。市民担げるな。でもあ、でもやっぱちょっと移動、このセリフを吐かないからか身動き取れなくなりますね。スティックとかが全く反応しない。お、いいところに、動けないところに、いいところに。よし、すごい壁尻みたいなことになってるんだけど。でもやっぱ動けないっす、移動ができない。で担ぐとやっぱ動けないな。平気、そっちは。クレイブンだかクラビノフだかがケントの718番でパーティー中。捕らえた。